どうも、このはやです。今回はバックアップ系のワードプレスプラグインを紹介します。ワードプレスを扱っていると、ワードプレス自体の更新の際や、あとはプラグインですね。これの更新の際に不具合が発生するケースがあります。これ以外のケースでも、ワードプレスというシステムを扱っているわけなので、ふとした瞬間にですね、不具合が起こるということが全然あります。そういった不具合の際にバックアップを取得しておくと安心です。で、そんなバックアップを簡単に取得できるプラグインをご紹介したいと思います。まず一つ目が AppDraft Plus というプラグインになります。このプラグインを使うことによって簡単にバックアップを取得できて、あとは復元までやってくれるという非常に便利なプラグインになっています。まあ、初心者の方ほどおすすめなプラグインです。この AppDraft Plus というプラグインなんですが、ネット上にですね、詳細について解説された記事が豊富にあります。なので、わからないことがあったら、簡単に情報にたどり着くことができます。詳しくは、わかりやすい記事が豊富にありますので、そちらの記事を見て、設定してみてください。で、2つ目なんですが、BackWP App というプラグインになります。このプラグインもですね、結構昔から有名なプラグインになります。まあ、おすすめされた記事も数多くあるんですが、こちらはどちらかというと上級者向けのプラグインになります。なので、ワードプレスの構造などにそこそこ知識がある方、あとはサーバーの知識がある方は、このプラグインを導入してみてください。で、この BackWP App というプラグインも、ネット上にかなり豊富に情報がありますので、そのブログ記事を確かめて導入してみてください。まあ、どちらがいいとかは、一概には言えないんですが、初心者向けなのが AppDraft Plus になります。で、WordPress の方では、ブログ記事というコンテンツをですね、日々、時間をかけて更新しておきなので、その更新しているコンテンツをですね、無駄にしないためにも、日頃、バックアップを取得しておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。